はい、皆さんこんばんは。ポケモンピカチュウ実況プレイへようこそいらっしゃいました。今日も楽しくやっていきましょう。よろしくお願いいたします。そんなわけでただいま我々はロケット団と対決中です。その中でうちのキューボーンがこの通りマロワックに進化しました。おめでとう。お母さんにそっくりだね。まあお名前がねワックってついているから、まあ振り下ろすとかね、そういうぶん殴るとかそういう意味合いの言葉が名前に入るようになりました。よし、じゃあ行こうか。とその前にサムネタイムをここでやっていこうかな。なので一時的にちょっと入ってもらおうかな。じゃあマロワックで、今回のサムネはそうですね、じゃあメスっ子で、メスっ子さんです。この間ねインターン卒業してくれたメスっ子さん、確かもう一段階進化するんですよね。ムーンストーンをその場合使わないといけないと思ったんだけど、ムーンストーンはねデパートとかで確か売ってないアイテムだから、誰にそのムーンストーンを与えるかっていうのもまた駆け引きだと思うんですよね。クリの嫁ことクリフェイリーも確かムーンストーンで進化するポケモンなんで、誰にそれを与えるかっていうね。まあクリ的にはずっとあの状態の方がいいのかもしれないけれど、女性の方が先に進化しちゃうとちょっと男性としては複雑だもんね。学生時代付き合ってた彼女がいつの間にかビールを飲み始めて、僕は未だにファンタオレンジを飲んでるみたいなね、そんな感じ意味がわかんないね。何階から行けばいいんだっけ。ここは確かもう見たんだっけね。このフロアはまだ見てないんだっけ。よし、じゃあとりあえず、じゃあ今回はすき焼きちゃんをフィーチャリングしようかな。レベル的にもみんなよりも低いんで。よし、こんにちは。なになに、おちょくるのはやめろって。そんな風に言われると余計におちょくりたくなるよ。お、グレムリン、どうだ。レベル的には近いものがあるけれどパワー系だからねちょっと不利かな。ここは助けを求めた方がいいかもしれない。じゃあゴルバット、大人が出てきました。お、尻尾フリフリ、強い、こっちも強い、えらい。次はヒプノ、じゃあヒプノに対してはうちクリ出しちゃおうかな。で、サンダーウェーブ、ゴー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 、さすがリーダー。次はラチケート、
そうだね。じゃあうちのチームのパワー系天ぷら。楽しいですね。本当前にも言ったかもしれませんが、ファミコンジャンプの最後の戦いをやってる感じがする。誰出そうかなみたいなね。うわすげえ、うわマジで今のは強かったな。じゃあディフェンスを行くか。あでもディフェンスは遅いからな。じゃあクロバット。お、フォーカスエナジー集中してます。無駄に終わりそうだね。よし、えらい。ギブアップ。ヒント、うん、ドアはカードキーで開けられるよ。ありがとう、すごいいいヒントをもらったよ。私はシルフに、シルフで働いてる。どうしたらいいですか。どうしたらいいですか。そんなん自分で決めてよ、どうしたらいいですかって。ある意味そういう社員を雇ってしまったここの人事部はひどいね。しかもこんなに裏切り者が出てしまってるっていうね。ハイパーポーション、バー。私はチームロケットを支持してます。シルフ以上にひどいよ。ほんとここの人事部どうかしてるよ。まあ性善説をベースに考えれば、もともとみんなシルフが好きで入ったんだけれど、会社がちょっと腐っていたとかね、そういう理由があるのかもしれませんが、うん、で、あやばいね。とりあえずマロバック、2代目爆弾処理班、初代はクリ。アースクエイク、パシーン、やるね。ウィージング、このまま。お、かかってしまった。惜しい。新しいキューボーの姿、ファルワックの後ろ姿が、最近のトランスフォーマーに出てきたやつに似てる。やつって言うんだ。レベルアップ、恐竜型のトランスフォーマー。何々、チームロケットはこう言います。助けたら彼らは私にポケモンを学習させてくれるって。そういう交換条件があったわけ。どれだっけ、フルヒール。それこそトランスフォーマーの最新作に似てるかもしれないね。トランスフォーマーの研究のためにみたいなさ。そしてここはなんか来た覚えがあるようなないような。ビンゴ来てるよね、ここ。でもここには入ってないんじゃない。
あ、来てるね。確かそう、この人に教えてもらったんだ。カードキーの存在ね。ビンゴー。お、すごい、エスケープロープ、マックスリバイブ、フルヒール、素敵なアイテムをたくさん、ありがとう。お、静かに隠れてるの見えない？わかんない？まあ確かにね、ここの繰り返しになりますけれど、社員はやっぱ問題があるような気がする。で、ここはまだだったね。ポケモンリポート、4ポケモンは進化する、トレードされた時にリンクケーブルで。おう、4ポケモン誰だろうね。ゴーストのゲンガー系で1人いたでしょ。あとマチョップ、マチョーケ系でしょ。それからアブラカダブラ系でしょ。あともう1匹はなんだっけ。お、160以上のポケモン、いや、ポケモンテクニックが確認されている。160もあるんだ、技の種類が。で、あ、こっち側からは見えないって。ポケモンラブ研究所がポリゴンを作った。おお、初めてのバーチャルリアリティポケモン。この時代だもんね、流行ったのね、バーチャルリアリティ。そしてモヒカン野郎、何？わーっと、こんなところに子供は入っちゃいけない。お、ジャグラー強そうだね。いけるか、すき焼き。とりあえずポイズンかけてみる。お、帰ってきた。お、ミスターマイムだ。さすがジャブラー。で、どうだろうね、メガドレイン。うん、ちょっと仕込んでみる。あ、でもジャグリングされちゃうとグラウル意味なくなっちゃうもんね。メガドレイン。お、コンフュージョン。うわ、相性抜群。うんうん、でもよく頑張った。じゃあ、うちもジャグリングしちゃおうかな。寿司、行ってみようか。エネルギー派野郎。お、コンフューズになっちゃった。大丈夫だろ。打ち勝て、打ち勝てない。やばいな。寿司、天ぷら、すき焼き、全員半分以下になっちゃってる。じゃあ期待の新人マロワック。で、アースクエイク。食らいやがれ。いいね、一発です。ミスターマイム、うん、このまま。かつて天ぷらも期待の新人なんていう風に言われてた時代がありましたけれど、ドドド、えらい。いや、なかなか楽しかったです。なになに？5階にいるだけ。ボスまでの道のりは長いです。うん。
またドラゴンボールになっちゃうけど、マッスルタワーにいる気分。そんなばっかですね。あ、これは読んだね、もうね。さてと、ビンゴ。まあ、あの辺のモチーフになっているのは、あのハリウッド映画だったり香港映画だったりね、そういうものがあったりすると思うんだけどね。そうだな、だいぶ食らってるからな。敵じゃないといいんだけど。こんにちは。チームロケットは、侵入者に手こずってる。それはお前でしょ。そうだよ、そうだといいね。もう一人ぐらいいたりして。とりあえず戻ろうか。実は二人で攻略していたみたいなね。川村がいたりして。そういう展開もなかなか熱いもんね。一人で来ていたと思ったら実は次世代機のゲームとかだったらスワッピングシステムを使って攻略とかありそう。よろしく。結構ね、僕はゲームやらなくなってから長いんですけれど、最近のゲームはほら長く遊べることが当たり前だからね。大変でしょ、一つのゲームを買ってからクリアするまで。夏休みの理科の研究みたいな感じでえらい時間がかかるんじゃないですか。さて、ここはまだかな。あ、でもここ覚えてるよ。なんか臆病もんねみたいなこと言われてたよね。一応見て回るけど、あ、HP アップ、X アキュラシー。ああ、戦闘中に上げるやつね。僕なんかはやっぱりそんなに、あの、なんだろうね、時間1日で取ることができないから、仮にゲームをするとすればサクッと遊べるようなものがありがたいけどね。おお、4兄弟の処理。どうしても容量が増えてくると容量いっぱい詰めないといけないっていうのがあると思うんだけど、詰めすぎると今度ほら映画でいうところの4時間とか5時間の映画を見させられる気分になっちゃうからね。ほどの容量っていうかボリュームっていうのが僕はあると思うんですよ。じゃあメガドレイン、そして5度目はバインウィップ。サンキュー。キューボン、お、このまま。お、頭突き吸っちゃって。嬉しいね。おお、兄弟よ、負けてしまった。兄弟弱いね。強い兄弟がそのうち出てくるのかな。もう3人倒してるよね。ビンゴ。T
TM の03。なんだろう。ソードダンス。あ、ちょっと待って、すき焼きと天ぷらが使えるんだ。ソードダンスいいな。天ぷらあれだな、レイジのお詫びにこのソードダンスっていうのを教えてあげてもいいよ。どうする、天ぷら欲しい？まあ、それは欲しいって言うね。手バタバタやってるもんね。うん、あの時ほらすき焼きと寿司は新技もらっていたけれど、天ぷらだけね何もなかったから、いいよ。ソードダンス、そうですね。まあレイジはね、いろんな僕自身の失敗を思い出させるためにも置いときたいっていうのがあって、スクラッチを代わりに忘れようかな。天ぷらはスクラッチを忘れ、ソードダンスを学習した。楽しみだね。うん、ビンゴバー。お、子供の侵入者、お前のことか。いいえ、違います。お、サンドシュルー、面白いね。じゃあバインウィップ、強い。やるじゃん、すき焼き。サンドスラッシュ、お、進化系。メカドレイン、ワオ。ポイズンスティング、サンキュー。あっという間。そして1012。ファイン、負けた。家に帰れ。んで、おう、四兄弟さん。あは、ネズミの香りがする。あ、なに、栗のこと言ってんの。スパイとクリをかけたわけね。言ってくれんね。じゃあちょっと天ぷらも見てみたいけれど、2ターン目だからね、ここはディフェンスを行ってみる。あ、寿司がいいな。クイックイビームシュワッチ、強い。これさ、順序逆だけど、サーフィンで相手を濡らした後にアイスビームとかやったら効果がさらに高まるみたいなさ、そういう感じもあっても面白いよね。油を塗った後に火の粉で焼くみたいなさ。そんな怖い発想は良くない？マロワック、なぜかあの筋肉マンの展開を思い出しちゃった。超人オリンピック、ナイス。次はコフィン、このまま。ドッ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 ド、えらいね。31。ゴルバット、
じゃあ寿司。油を塗って火をつける。アイスビーム、ナイス。やるね、なかなか。さすがゴルバット、いけるか。いった。もうカッコつけちゃって寿司、前回のあれが評判良かったからって。お、ボスは見つからないよ。うん、探し回ってるだけじゃ。こういうあのワープタイル、あれ川村じゃないの。あのワープタイルを駆使しないとたどり着けないんじゃないみたいな話をしようとしたら、あいついるぜあそこに。絶対あれそうでしょ。こんにちは、ユウ。うん、ここは危険です。私を救出しに来たの？無理だね。あ、そういうこと言う。女子は冷たいし、男子は情けないし。どうなってんの。チームロケットがシルフを占領したらポケモンがかわいそう。チームロケットはマスターボールを追ってきた。何でもどんなポケモンも捕まえる。マスターボール、現在のステータスは、うん、寿司がちょっと格好つけちゃったから食らってるけど、まだまだいけそう。ヒヒ、シルフの従業員だと思ったのかって。いや、もうここまで来たらバレてるよ。お、出たな。爆弾処理班マロワック、ドッドッドッド。サンキュームック。お、ムックは確か硬いんだよね。どのぐらい削れる。うわ、一撃、あの硬いムックを。成長したな。うん、年齢に反してなかなかスキルのあるトレーナーですねって。年齢は関係ないよ。お、カルシウム、絶対これ川村でしょ。ここからバーンって怪力で穴開けられないかな。あいつもシルフカンパニー救出作戦に出かけてきたのかな。さてと、ステータス的にはまだいけそうだね。うん、こんにちは。お、こっから先には行かせない。ラチケート、パワー系だからね。天ぷら行ってみようか。うん、でソーズダンス、おお、剣、天ぷらのアタックが、お、大きく上がった。そういう技ね。0時2回分でしょ。
例え方ひどいって。おお、いいね。ちょっとギリギリだけどいける。よし、えらい。ズバッと、うん、このまま。せっかく上がってるなら。おお、レイジ2回分、強い。次はゴルバット。ゴルバットはいやらしいぞ。そう簡単にはいかないよ。ボディスラーム、うん。お、ラッキーだね。えらい。レベルアップ。次がラッタッタ。お、ラッタッタ、ラッタッタ最後にラッタッタ。なんか申し訳ない潰してやった。いやいやいや、申し訳ない。うん、ここで引き返さないとバックアップ、応援を呼んでしまうぞって。呼んでみろ。お、ベッドがいっぱい。じゃあせっかくだから寝ようぜ。あ、ベッドに入れないんだ。たまに RPG で入らせてくれるものはありますよね。まあ、入ったところで何の意味もないんだけどこんにちは。あ、4兄弟もしかして一番強い。お、いいポケモン出してきたよ。うん、だいぶ食らってるね。マルバック、食っちまったか。いいですね。エラス、ゴルバット。ゴルバットでしょ。まあ、天ぷら残り29あればいけるんじゃないのか。あ、でも相性悪いか、すき焼きでもいいかななんて思ったけど、天ぷら。どうだろう、一発屋いけ。ボディースラム、そんぐらいか。これはきつい。さよならでもいいことあったもんな、ソードダンス覚えたもんね。この続きは寿司のあのアイスビームがいいんだけれど苦しそうだね。じゃあクリアちゃって。ヴァンパイアハンタークリ、サンキュー。コッフィング、毒が辛いだろうけれど、マルバック。サンキュー。そしてレベルアップ。すごいな、ここに乗り込んでからレベルがものすごく上がっちゃったね。燃えてます。うん、お、お前は兄弟に任せた。もういないよ全員やってやった、この手で。なんだったらそいつらの首をお前の前に。いや、なんでもないです。さてと、ビンゴ。お、大きいね。無駄に大きいテーブルだね。シルフはおしまいかね。うん、こんな社員ばっかりだったらおしまいだと思うよ。
こんな忠誠心の低い自分のことばっかりな、うん、お、問題ばっかり起こしてくれるね。でも逆に嬉しかったんじゃないの？本当はこんな会社潰れちまえなんて考えてウフフって笑ってたんじゃないの？トイレの中でこういう日が来ることを望んでいたんじゃないのか？なんつってそうですね、クリ。お、パウンド、結構強い技。わお、えらい。エレクトロード、おお、じゃあ大丈夫か。47、大体230ぐらい食らうからね。来た、どうだ、エレクトロードだからな。どうだ、おお、耐えた、さすが。負けた、だと、うん、でシルフについてどう思うかって、このビルは迷路でしょ。まあカードキー手に入れたからね。うん、というところでとりあえずお時間となりましたんで一旦戻りましょうか。なかなか広いビルです。だけどおかげでうちのメンバーが育ってます。川村らしき人物の姿も見えましたし、次回はそいつに出くわすことはできるんだろうか。それでは最後までご視聴本当にありがとうございました。この続きはまた次回お届けします。またね、さようなら。